完全に掴んだ。すいません、これね、よし、来た来た来た、伝説を見せますよ。こんなの見たらちょっと打ってみないわけにはいかないよね。オッキーです。和歌山2周目ついに始まりましたけれどもね、ただいま、夕方の5時40分、実戦開始から3時間経っておりますが、先生はひどいじゃねえ素晴らしいことに、僕にとってはひどいことに、いやー参りました。 900G 残ってるでしょ、まだ900ちょい。 ARチーが何だね、これアーチーがね、アートがね、前回見た方分かってると思いますが、僕乗り打ちを拒否しちゃったんですよね。忍たま様を打つと思ってたから、先生が。いや、ジャグラーちゃんと見てたじゃないですか。見てた、びっくりしたよ、ボクシングジャグラーの下皿にさっしゃ、だってあんなこと初めて見たもん俺、この20年近くで。ちょっと俺だから見直しました。ノリだから人に迷惑をかけないようにっていう意味も含めてでしょ、あら。まあもちろんもちろんもちろん。下皿は、俺なんか何も考えないで緑の座ってたら、だから街が当たったんだ。どっちがど下手くそかってことですよ。まあね、まあそうっすよね。いやだから本当に運が良かったんですよ。え、忍たま打ったの？全然。直で行ったの？うん、じゃあ僕忍たま打ったらその何ノリはダメって言ったのに、じゃあノリになっちゃう。ダメですよ。ダメですよ、そんな。そんな、ね、何言ってんの？忍たま打ったらノリが逆だったから。どんな、あのさ、いやもう、今おいくつでしたっけ、失礼ですけど。3級です。もう40を手前のね、はい、いい大人が、はい、そんなのじゃ乗り打ちのルールの方になっちゃうとか言って。よし、頑張ろう、あと4時間、はい、閉店10分前まで叩き切ろう。
やっぱ2分の1じゃないね。でもさっき結構失敗してますよ、一発目でいけないと。グッチャFirst try. Good luck. Hey.
さんやばいですよこれ。来た、千載一遇のチャンス、スープジュインチャンス、ラリーポイント、やべこれ面白い、やばい、なんか光ってる、ラリーポイント、やばい、これ5回連続成功したら俺チャラになる。設定だね、それね、多分設定だよ、設定設定、いやでも面白いっすよ、今は失敗したけど、まあちょっと相当好きになりそうな台、クラッシュタイム、あもう絞り絞りって言ってるやつですけどね、まあ、リップリップで青かピンクがここに来るのどっちが来るかが大事なんですよ、で隠した時に多分下から絞った方がどっちかっていうと熱いかな、こうやってこうやって上げてってこれね、この瞬間におそらく当たりプレーってことになるわけですよ、なぜかというと上のリプレイはほら同時に横にね2個こうにょっきり見えるわけですな、にょっきり、やっと今だったのが僕が打ってからずっと2322とか、なんでこんな重いの、わからん、
のこれ。ほらこれですよこれ。よし。ラッキー。なるほど。ただ行くよね。もう行く。子役ですよね、確かに。あ、今引っ張った。多分ダメ。今のは分かった。違ったんだよな。面白い。いやー、来た。いきなり来るね。分かってた。まもた教員。そんなことやってる場合じゃないんだよ。本当、まばたきとか多くしてる場合じゃないんですよ。とりあえず、この道両替しなきゃいけないんで、トイレには行きますが、でこの台もキープしておきますが、どうするかは後のお楽しみ。今ウイチさんに誘われたんでここにします。
ど、2分の1だとね、せめて2回くらいは成功して、なんかものすごい納得できますよ、この台ものすごい納得できる。納得ですよ、完全な納得。 Sorry。 呪われたように、呪われたように1回目。 Sorry。 面白い。ダブルアップしませんけどね。いいんだよね、いいんだよね。うわ、もう、いやいや、いい、いい。うわ、うわ、2回も。3連続。これおかしいよね。だって、コールドの時はこれになりやすいもん。まあいい。止まれ。申し訳ないんですけど、先にホテルに帰らせていただいてよろしいですか。乗せてーだから聞こえてない。じゃあね、さようなら。見つけてしまいました。まずいね、こういうのまずいよね。明日からちょっと人生が変わりそうな気がします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご苦労様でした。なんかただいまもう11時半過ぎております。残り300ゲーム以上残して取り切れ。なんで叩いたの？叩かないんですけど。叩かずで乗って乗って乗せていいか。乗せていい。あれ面白いよね。面白い。俺負けても全然面白かった。あ、そう。何がいいって初当たり割と軽いじゃないですか。でそのために叩けるし、ノーポイントならノーポイントででかいし。でかいし。あれよくできてるわ、びっくりした。危ないと思ったゲームだけダブルやんないで、リップリップリップ揃えたらグッチャイス、うん、言うよね。あれだよね。あれはねまずいですよ。あれまずいよ。あれまずいよね。あ、僕からリーチロン失礼残二です。あ、まあでもそんなもん、まあ、まあそんなもんですよ。遊びました残二。僕はですね10いった。じゃあ1回ギリギリ4900枚弱。俺ね
先生嘘ついてると思うんだ。は？今年の収支負けてるって言ってるじゃん。俺違うと思うんだよね。勝ってるだろ。なあ。そうだよ、もう一つ言いたかったのは、あのパンクしそうになったじゃん。しなかった。あの時の宇一郎さんの顔多分撮られてないと思うんですけど、俺のせいにしようとしてたんですよ。こうもう何、完全に俺を恨んでる目で、うわっと思った。こいつ俺のせいにしてるって。いや完全にしたよね。お前が喋りかけたからこうなったって思ったよね。思ったっていうか、そうだったから。結果的にあの大丈夫、セーフだったからギリでよかったけど、あれもしパンクしてたらこの番組終わってた可能性あるよ。マジで、マジで。じゃあ本日はありがとうございました。勉強させていただきました。いや本当、あの明日も勉強させてください。あ、長くなりますか武勇伝が。いやいやいや違うですよ、お礼を言いたいんです。あ、お礼。乗り打ちを拒否してくださって本当にありがとうございます。助かりました、おかげで。わかりました、明日は乗りますか。あ、もうここしかなさそうだ。危ないですか。なんか